ドリアンをカットします。4個で1000バーツ。Vの字に切ってチェックをします。中身のチェックをします。柔らかいと食べ頃です。オッケーですか。オッケー、オッケーはって言ってます。ドリアンはこのボコボコっとしてるんですけど、このボコボコっとしてるんですけど、谷間を切ります。膨らんだところに実が入ってます。トゲトゲがついて痛いので、一番いいのは手袋をすればいいんですけど、タオルを当てて切ります。デコボコしてる谷間を切っていきます。
いびつになってるとまあ剣刀で切っていきます。なるべく身を切らないように切ります。これが身です。このいびつになってるぽっこりした山の頂上を身をすれすれに切ります。頂上を身をすれすれに切ります。多少身を切ってもいいんですけど、そしてこの真ん中をパカッと割ると中にドリアンの身が入ってます。痛みたいですね。こういう感じで身が入ってます。お店の人の包丁はもうすごい切れる包丁です。この前ニュースでやってたんですけど、すごい高いドリアン1個30万円とかしてました。ニュースでやってました。こういう感じです。また山の頂上を切ります。ハリネズミ、ハリネズミみたいな割ります。食べた食べました食べました。こういう殻です。
こういう風に入ってますには。パッと割ると、入ってます。痛い。終わりですか？近代ですか？はい。これが切ったばかりのドリアンです。食べます。食べます。いただきます。種が入ってます。こういうふうに種が入ってます。この種を植えてドリアンの実がなるかどうか実験をしてみます。おいしい。ドリアンの種です。水につけて2週間。おー、根が出てきました。この種を植えてドリアンの木から果実を取って食べようと思う私であります。